皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は管理栄養士をしている私が食べないものトップ3を発表したいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目なんですけれども、不要な砂糖をたくさん使っているものは食べないです。例えばグレーズドドーナツというような砂糖を溶かしたやつですかね、そういったものがコーティングされてたりとか、まあ周りに粉砂糖とかがすごくコーティングされているようなドーナツとかお菓子類ですとか、あとは炭酸飲料とかでもすごいね砂糖が多かったりするもの、たくさんありますので、そういったものとかすごい甘いミルクティージュース類のものっていうのはほとんど取ることがないですね。あとは飴も食べなくなりました。たまに喉が乾燥してちょっと咳込みそうな時とかは喉飴は食べたりすることあるんですけれども、そうでない場合はもうほとんど飴も食べなくなりましたね。2つ目はですね、不要な油もできるだけ取らないようにしています。例えばうどん屋さんとかに行くと天かすとかね無料で置いてあったりするんですけれども、天かすとかはもう絶対入れませんし、なんだったらちょっと衣も多くつきすぎてたら避けるぐらいですね。あとはオニオンリングの衣も結構取っちゃいますね。あんまり食べないですね。この2つに関して言うとエンプティーカロリーのもの、カロリーはあるんですけれども栄養価の少ないものっていうのをできるだけ取らないようにしてますね。そして3つ目がですね、健康食品として売られているものはちょっと選ぶようになりましたね。この栄養素が入ってますよ、取れますよみたいな風に売られている商品ってたくさん、まあ、あると思うんですけれども、こういう仕事してるとやっぱりどれだけの栄養価がどれだけ必要かっていうのをもう分かっているので、ちょっとしか入ってなくても、まあ、入っているとは言えるので、もっともらしく歌ってるものがたくさんやっぱ商品に出回ってるんで、確かに入ってるけれどもこれを食べたからといってじゃあその栄養素が充足できるかっていうと全然足りないな、それだったらもっと別の食品取った方が十分補えるなっていうような偏食っていうのは食べないですね。なんかこれしか入ってないのにそんな風に歌ってっていうのが寂しくなるので取らなくなりました。ということで今日は管理栄養士の私が食べないものトップ3を発表させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。